プロドライバーならタイヤの違いぐらい目つぶっててもわかる利きタイヤグランプリ、イエーイ。今日は2つの企画をね、なんとドッキング。お、1つは2019年 D1 に新しく参戦してきた、はいはい、タイヤブランド、タイヤね、はい、これらのチェック、チェック、いいね、うん、アンド横井正史が本当にすごいのかどうか、これを両方一緒にいいねやってみようかっていう企画、見といてほしいね、はい、これ素晴らしい、これ楽勝、余裕だねなんかこれ前も言ったら余裕だね2019年新しく出てきたブランド、はい、ゼクノーバ、ゼクノーバ、バリノ、バリノ、履いたことないです、ないです。そして、もう一つブランド、横井正史がいつも履いてる、うん、なんか、なんか NS280 番、 NS1 ね、80番、これも折り曲げて、もしなんかを当てられなかった日にはやばい、やばいよね、うん、もう一つ、もう一つシークレットがある、シークレット中のシークレット、それ今知ったけどここに見えてるタイヤじゃなくて、うん、何かあるの、でもこれ全部正解だったら、あ、どこで私じゃん、本当にやっぱりプロなんだってね、まあ終わる頃にはそうなってるから、うん、だいたいドリフトをやってる子が知りたい基準って、うん、縦グリップ、横グリップ、まあ単純にね、はい、もうあとはライフ、ライフね、だけどライフはまあちょっとね、今回そんなにいっぱい走るわけじゃないので、はい、空気圧の変化、うんうん、この辺を上昇率みたいな、ね、そうそう、でこれは、この企画は、うん、なんとタイヤ、各タイヤメーカーさんがタヌグズチャンネルさんがやるんであればぜひと、ぜひということで協賛いただいたものなので、お、優しい、あのね、君口が悪いからねそこら辺お察しください、ああ、空気読んで、あ、じゃあ横井さん、はい、今から、はい、第一発目のタイヤをチョイスして交換しに行きます、はい、目隠しして、そうだよね、はい、ちゃんと自分が分からない状態でやらないと意味ないから、そうそうそう、本当はこれノーカットでやってほしいぐらい、ああ、全部取り返して、そう、カメラを止めるなと、そう、絶対俺は見てねえんだと、僕ここで一人で目隠ししてて待ってるって、そうそう、なんか知らない人に見られたら何してんのあの人って思われちゃう、だから目隠しは全然違和感ない目隠し、ああ本当に、うん、あるんで、これもう大体想像ついたけどね、こういうのっていうのじゃあもう今スタート、まあそうですね、スタート、はい、何も見えねえ。じゃあ行ってきます。じゃあ俺ちょっとなんかさ、ない。俺ずっとここにいるの。ずっとここだよ。マジで。待ってます。待ってます。待ってます。なんか喋ってるんかな。じゃあね、下まで行って。よっこいしょ。そうだな、まずはこのゼクノバスーパースポーツ、この青いホイールね、まあ彼には分かんないですけどね、に交換してみます。今日は一個下の段の見えないところにタイヤたちを置いて交換してきてくれるそうなんで、早く行ってきてくんない。空気圧は2キロですね。2キロで、全部のタイヤ2キロで統一したいと思います。おとなしく待ってるかな。お、待ってる待ってる。待ってる待ってる。押してよ。早くしてよ。ちゃんと目隠ししてる。はい、バッチリバッチリ。俺いきなりこれ外して、目カッサカサのまま走るんだよ。はいはいはい。おじいちゃんみたいな。ちゃんとね。
ど基準にはなるね。煙煙っすね。はい、煙は結構出るね。煙結構出る、うん、でバランス的にはなんかね悪くない、縦横のバランス。ただあ、まあまだ評価はまだいい、ね、さ最後で、最後 最後でね自分の中で秘めといてもいい、ね、そうそうそう、秘めといてくれ、これがこんなもんか、ね、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。で、またこれです。じゃあさあ、はい、次早く持ってきて、やってきます早く持ってきて、大丈夫です、すぐやってきます。まあまあ、前回、ね、宇宙の横井だから感覚はなくならないけど早く持ってきて、早く。はい、またここが進化、次は何なんだろう。これでもね、ドライバーの感覚的にはね、煙の匂いとかもね、あるんだよね。走ってて煙が出てきて、空気圧の変化は2.35 ぐらいか。そして右側が 2.4 ぐらいかな、うん、はい、以上ゼクノバでした。次はね、そうだな、どっちにしようかな、こっちにしようかな、こっちにしようかな、うーん、じゃあバリノにします。さあ、2セット目いきますよ。またこれ目カスカスになってるからね。はい、来たよ。はい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 、待ってたよ。待ってた、待ってたよ、もう。はい、2セット目準備できました。いいですか。いいよ。まぶしい。はい、横井さん。はい。こっちからはね、ああもうもろ分かりですよ、ね、何がついてるか。こっちから何も見えないからね。ミラーさえ立たんでるからね。もう目カスカスの場所ですよ。じゃあ、まあプロらしくお願いしますよ。2セット目、さらっと行ってきますよ、はい、お願いします、はい。感想はずっしりしてる感じのタイヤだね。ああ、なるほど、うん、あ、まあまあいいや。なんか変わったけどこれね。はいはい、はい、まあ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 、なんかこう単純にさっきよりは食うけど、どうなんだろうな、いい感じ、なんか乗ってるといい感じ、結構思いっきりいけそうな感じのタイヤ。ね、早く変えてきてよ。早く行ってきます。早く行ってきて。さあ、バリノの具合はまあまあ減ってるかな。さっきのセクノマとよりも減ってる感じはあるけど、呼吸気圧は 2.3、 左 2.3 で、右も2.3 まではいかない、 2.25 ぐらいかな。おい、そんでもってこれですね、難関 NS2R。 こいつはブレッドウェアが80番のやつですね。こいつを試していきたいと思います。始まるよ。遅いよ。笑いすぎだし。あのね、俺笑いすぎなのね、俺だけじゃなくてね、視聴者さんも笑いすぎだと思う。
か。はい、いいよいいよいいよ、はい、はいはい、眩しい。じゃあサクッと、さあまたね、これ見てる人は分かってんだよ、分かってる分かってる分かってる、これがついてる、これが、オッケー、おー、じゃあ行きますよ、お願いしますよ、してる、なんか。まあまあ、なんかここぞというグリップはなんかさっきの方があったような気もするけど、ちょっと乗りやすいんだけど、そういうことね、こういうことなんですよ、横井さん、こういうことだよね、こういうことなんですよ、横井さん。あ、なんかバランスはいい気がするんだけどね。いいからいいから。まあ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 、まあ、ミーリングはいいんだけどね。早く帰ってきたよ。うん、帰ってきた。しかしすげえな、あの男ね、なんだろう、どんなタイヤ履いていようか、1周目から 100% でいくね。空気圧の変化はどうでしょうかね。 2.4 ぐらい、うん。こっちはどうかな、こっちも 2.4 ぐらい。そして気になるシークレット中のシークレットは、実は、隠してあります。実はこれなんですね。なんか NS2R トレッドウェアが80番ですね。なんとさっきと同じタイヤなんですね。ただ、一つ違うのは、昨日の夜作った、タイヤなんですけど、パーフェクトエコエア、例のこの前の回に86でテストした空気でタイヤの性能が違って感じるっていう、うん、その空気を充填した難関 NS2R80 番、これね、裏の裏ですね。なんでかっていうと、横井正史が同じタイヤがまさか4種類の中に混ざってるなんて思ってもいないから。谷口さんだからね、普通のことはしないと思うんで。2キロですね。さて、パーフェクトエコエア、違いが分かる男には目隠ししてでも目隠ししてでも分かるんでしょうか。お、降ってる、手振ってる。見えてる、見えてるのかあいつ。見えてないよね。見えてないね。怖いよ。怖い。え、見えてんの？見えてないよ。OK。はい。横井さん、今これがついてますよ、これが。これ？これですよ、これ。これ。よし、じゃあ、はい、シークレットタイヤ行ってきます。シークレットタイヤ、お願いします。走り終えて、うん、はい、4本とも違うフィーリングで、ね、やっぱり、うん、まあそうだな、どれから聞いていこうかな。まず一番こう
グリップ感があったやつ。あ、まあ単純にこう感覚的に、はい、わっこれはグリップすると思ったのはね、うん、2セット目だね。俺の予想も言っちゃっていいの？2セット目何なのか、うんうんうん、2セット目は、うん、多分、うん、バリの、おー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 、うん、攻めないと、うん、ダメな感じ。やっぱ食ってるから、なんか自動的に攻めたような感じ。じゃあ、その次にこう自分で走ってて一番好みのやつ、なんかちょうどいいな、いつもな感じだなと思うのは、3セット目、あ、3セット消えてる時の一発目はちょっと滑るんだけど、うんうんうん、もうワンコーナー立ち上がる時には、うんうん、ピークのグリップ力に達するような感じ、うんうん、でも極端な、うんうん、2本目みたいなね、こう、うん、めちゃくちゃ食ってるっていう感じはなかったけど、うん、まあトータルバランスはいいかなって僕の中では思ったね。だから自分の予想は3本目が、うん、なんかな。ああ、なんかね、うん。じゃあ消去法でいくと、ワンセット目が、ゼクノバ、うん。タイヤがね、温まるとか温まらないとかがあんまりない。うん、もういきなり攻めて、うん、まあそこそこ普通に食うな、うん。で、そのままずっと走ってもグリップがあんまり変わらないんで。ああ、そういうフィーリングなんだ。うん、で、最後に走ったやつは、わかんない。わかんない。わかんない。なんかちょっとね、パニクった、最後に。ちょっと、クラッチがパワーっていうかね、トラクションとかグリップに負けてる感じがあって、うん、クラッチがちょっとダメになってきたんで、あ、まあ4セット目は置いといて、置いといて、横予想、うん、発表します。はい、ドルル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 ル俺もね、この順番は非常に迷ったけど、どの順番でいいかね、どの順番が一番分かりにくいかとか考えながらやった結果、それでもまあ当てられちゃったね。まあ簡単なんか今ね、こう安心感、安心感すごい、これリアルな安心感ですじゃあ、とりあえずシークレット発表の前に、はい、さっき言ってた縦グリップ横グリップの10段階評価、うん、はい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 、これをタイヤ見ながらやっていきましょうか、はいはい、じゃあ最初に履いたゼクノバからいく。ゼクノバ減り具合はどう？減りは減ってないね、うん、そんな減ってないでしょ、うん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 、でもまあでも割と食ってる感じ、うん、でも煙すげえ出てたよ、あの一番煙は出てた気がする。あ、の割に減ってないよね、うんうん、縦横のバランスは、うん、そんなに悪くないけど、うん、66ってのかな、あ、縦6横66ね、うんうん、バランスとしてはいい、いい。こいつって実売大体1万1000か2000かそんなもんかな、うんうんうん、ってことは練習にはいいんじゃない？練習にはもう持ってこいかもしれないね、うんうん、このゼクノバコスパもいいしね、スーパースポーツ RS、うんうん、だこれよりもう一段階上のやつもあるんだよ、ね、ああ、うんうん、そしてその次、次これだね、バリだね、バリの、うん、減り具合どう？減り具合ちょっと減ってる？減ってるね、もうこれめっちゃ食ってるもんね、うん、でもね、グリップ力は一番、グリップ力が一番かな。あ、縦9、ああ9、横8ってどうかな。ああ、いいじゃん、結構いいね、うんうんうん、で、その次、まあなんかはね、僕いつもやっぱ履いてるんでお友達みたいなもんなんで、うん、表面も綺麗に減っててね、すごい綺麗だよね、うん、うんうん、例えば数字で表すと、うんうん、縦が8、横が 7.5 っていう感じかな、うん、これ、あ、そうだ、バリのは一番高いんだよね、こんなバリが高いよね、うん、18,000円とか18,000円ぐらい、9,000円とか、うん、そんなもんだったかな、うん、難関はだいたい12,690円細かい、うちで売ってるんで、あ、 MCR ファクトリーで、はい、買いに来てもらえばその値段で出せるっていうことですね、うん、じゃあまあタイヤテストはここまでにして、はい、最後に、あ、最後に乗ったタイヤ、あ、なんか乗ったっけ、これが何かっ、ね、あったね、プロドライバーだったら俺ちょっとパニクったなあれ、うん、そう、それを俺ちょっと今から持ってくるんでね、お、ちょっとここで待って、わかりました、オッケー、いやー、あのね、シークレットタイヤね、俺の予想ではもっとね、こうなんか本当に爆発寸前のタイヤが来るのかなとかね、エアー 0.5 キロとかのすごいグリップので来るのかなと思ったけど、侵入思いっきり行ったらね、案外普通に行けちゃったから、
どんなタイヤだったんだろう。あ、あ、おい、はタイヤマルゼン、タイヤマルゼンマルゼンの CM やらないからこれですよ、これですよあなた何巻ドライバーじゃないの、何巻かわからないのこれこれだよ。でもこれ実は、まあうん、ただの難関タイヤじゃございません。おお何それ。これは中に入っている空気が違います。窒素ってやつ。いや違う、もう窒素の時代じゃないですよ。あ違う、はい、あなんか聞いたことあるかも。聞いたことある。なになになに、セラミックエア。あ違う、あー違う、近いね、近い、近い、近い、なんか通して入れるやつでしょ。おうおう、知ってるね。なんか使ったことないけど知ってる、うん、それが入ってる。へえ。その名もパーフェクトエコーエアパーフェクトエコーエア。知らない。パーフェクトエア、パーフェクトパーフェクトボディじゃなくてパーフェクトエコーエアへってのが入ってる。あのなんか粒子が綺麗になるやつでしょ。お、知ってるね。でしょ、でしょ、でしょ。でも確かに違ったんだよ、ね、違った違った。おうおう、感覚は全然違ったよ。なんだろう、横の感覚よりも書き留めして止めてる時の感覚がグリップするような感じっていうの。バンってケツを投げてもアクセル入れれば止まるみたいな、うん、お、思ったよりいけるじゃんみたいな感覚だったんで、うん、でも俺が見ててね、うん、最後カメラ前に向かってくパンって飛ばすところ、はいはいはい、あのバリのと変わらないぐらいの勢いで来れてて、そういうことだね。え、これちなみにエアーの上昇率は、これは、2.3 よりちょっと低いぐらい。気圧上がってみましょうかね。お、2.3 ちょっといけるぐらい、 2.3 ちょっと切るぐらいかな。うん、同じく。さっき走ったなんかだと 2.4 まで上がってた。そうだね、だ違うってこと、ね、それが 2.3 まで、3ちょっと切るぐらい。それをなんと今日カメラマンで来てもらってる、お浅川さんが、おプレゼントしてくれる、はい、ちょっとカメラいただきますね実は浅川さん、この1個前の企画で、86にパーフェクトエコエアーをどう変わるかってテストをして、おまあまあいい結果が出た。おえー、それで、ドリフトで試したことがない、本格的なドリフトではまだ試したことがないんで、はい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 、試してみませんかということになって。あ、そういうこと。そう、そういうこと。じゃあ1個今いい企画があるからそれに織り交ぜてみましょう完全にやっぱ ただの実験台になったわけで、僕。そう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 、はい、これね、おこれがさっきのパーフェクトエコーエアもっとちゃんと言ってよでもさ、これさ、あの本来競技用ではないんですよね。そう、うんうん、本来は、うん、タイヤの空気 の中身を変えることで例えばの燃費が良くなったりとか、はい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 、転がり抵抗が少なくなったりとか、その乗り心地が良くなったりとか、うん、例えば、うん、運送会社のトラックとか、はいはい、バス会社とか、うん、はいはい、あとはタクシー会社とか、もう毎日車使う人ね、うん、毎日のように走ってる車は燃費が1とかに違ったらかなり大きいですね。年間でいうとだいぶ、うん、そうね、うん、そうですね、うん、タイヤの交換の頻度も伸びるので、伸びるんですか、この空気だけで伸びる伸びちゃうんですね。タクシー会社なんかも今も使ってる会社もありますけど、うん、6万キロで交換してたタイヤが8万キロに伸びた。おお、これすごいコスト削減です、ね、だって1台2台じゃないですもんね、タクシー。ちなみにこれ1本このパーフェクトエコーエアーはこれ言いたいだけこれいくらするんですか、これ本体買うのに。本体買うの、この本体は、高そう、160万円。1区に1台ってわけにもいかない、うん、でも1企業に1台だったら、
これって半永久的に使える、うん、もう半永久で買ってしまえばもうずっと使えるんで、まあプロドライバーぐらいになるとパーフェクトエコエアが入ってるかどうか違いはね分かる分かるまあてことではい、まあ、今日いろいろやりましたけどね、いろいろやったけど、はい、キキタイヤそして、横糸っきり大成功ってわけでもないけど、まあまあまあこんな結果で、まあ大成功でしょ、横井大勝利みたいな、うん、まあ僕はもう完全にねプロという名の名をキープしたみたいな、うんうん、まあねそんな横井を実際にね D1 会場行けば、はい、ね、生で見られます、うん、この違いの分かる天狗な横井をなんかこれを見てたらなんか D1 会場で横井さんに会ってこれ見てましたって言ったらなんかもらえる？ハグしてあげる。周りのドライバーなんで あの横井ハグばっかしてんだよって。まあでもピットに来てもらえれば何かしら、はい、お土産ぐらいは渡せれるので。D1 っていいよね。はい、それ選手とさすごい近いよ。そうそう、うん、はい、じゃあ、はい、浅川さんも今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあタヌグズチャンネルでお会いしましょう。はい、さようなら。